セルフィーはこの飲みかけのお茶を一気飲みできる。この噂は本当なのか嘘なのか、いきます。本当だったら、まあ、僕は本当だと思うから、まあ、本当だったらこういうかおしといて。それじゃあこれこの量一気飲みできるか、いきます。できました。ということで高評価おしゃれよ。ということで今回はですね、フォートナイトの噂を30個くらいね、この動画で検証していきたいと思います。もう今まで多分1000個近くの噂をね検証してきた僕が、まあね今回も検証していくということで、早速やっていきたいと思います。クリエイターサポートゼルフィーにすると、もしかすると起きたら1億 V バックスもらえてるかも。さあということで最初の噂はですね、ブーメランが消えたという噂。これね、なんかブーメラン消えたっていう噂がまああるんですけど、果たしてどうなのか。まあってことでね、ここに確かブーメランのあるまあ遺跡があるので、ちょっととりあえずここでね、まず見ていきたいなと思います。さあそれでは果たしてブーメランは消えているのかあるのか、どっちなんだい。あれないぞ。えないよね。あ、ないわ。あれ、ないぞ。え、待って、これ一応もう一箇所ぐらい見てみる。これさあ、この裏にはあるのかないのか。あ、ない。これは多分消えてますね。はい、ということで、この噂は本当でした。さあということで続いての噂はですね、なんかコウモリがいるという噂なんですけど、この遺跡のあたり探せばいるらしいんですけど、いた。見て、コウモリがいる。これみんな知ってた？これ僕今初めて知ったわ、このコウモリがいること。ほら、え、そう、コウモリいたんだ。ということでもうこの噂は本当でした。さあということで続いてのね噂はですね、この、まあ花、植物か、この爆発する植物あるじゃないですか。この植物が、水の中でね、まあ、爆発しないという噂、水の中に、ぶち込めばなんか爆発しないという噂があるんで、ちょっとね試してみたいと思います。いきます。はい、バーン。さあどうだ。はい、水の中だよ、水の中だよ。おい、したけど、てかじゃあこのスティンクが水の中で多分爆発しなければ、まあ、多分しないから、ちょっとスティンクでもやってみるか。いきます。はい、どうだ。はい、あ、水の中入ったよ。あー、多分これはこれ多分するな。このスティンクが爆発するならね、するでしょ、あの爆発するやつも。まあということで水の中でね、爆発しない、植物は爆発しないという噂はこれは嘘です。さあということで続いての噂はですね、まあ透明だと落下ダメージがないという噂があるので、ちょっとね検証していきたいと思います。これないの？え、絶対あるでしょ。いきます。はい、あるやないかい。お前全然あれやないかい。ということで、全然あったということで、落下ダメージがないという噂は嘘でした。さあということで続いての噂はですね、透明になればね端から逃げれるということで、やばいよ、来てるよ。あ、大丈夫だ。まあこの噂を検証していきたいと思います。さあ来い、カモン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 ベイビー。はっ、おー、え、これ逃げれたんじゃない？ほら、あ、全然、あ、ほら、落ち着いてくれた。ということで、透明になれば蜂から逃げれるという噂、これは本当でした。さあ、ということで続いては NPC からも逃げれるという噂、これが本当か嘘か、まあ、絶対本当だと思います。それではまず NPC にまずね、喧嘩を売ります。はい。そして、透明になる。え、今見えてる。え、なんでお前見えてんの？あいつ見えてる。あ、いやいや、死んだし、ちょっと待って、普通に死んだし、ちょっと死んだことに一番びっくりしたけど、え、まあでも見えてたんだ NPC は。 NPC から隠れれるっていう噂はこれは嘘でした。さあということで続いての噂はですね、アイスがあるという噂、これはね本当ですよ。はい、ありました。しかもレジェンド出た。まあこれはみんな知ってたかな。まあ夏のイベントがね、まあ来ててアイスがあるんですよ。食います。めっちゃ買い薬やんこれ。はい、まあこんな感じでね、アイスがあるので、アイスがあるという噂は本当でした。さあということで続いての噂はですね、なんか進化したねスラップジュースがあるということなんですけど、ちょ、出るかな。こっから出るらしいんだけど、俺出ないね。なんか結構レアなのかな。ないっすかね、どっかに。あ、あった、これだ、見て、スラップスプラッシュだって。見てください、これスプラッシュ版のスラップジュースが来ました。ちょっと使ってみようか。はい、あ、多分あれかな、スラップジュースと多分大効果一緒なのかな。それの投げれるバージョンだから。まあただ、まあ、あったということで、まあ、この噂は本当でしたね。さあということで続いての噂はですね、まあ、スティンクの中だとなんか蜂のダメージを受けないらしいので、ちょっとねやっていきたいと思います。いきます。まず蜂を殴ってさ、え、おい、痛い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 、食らうやん、全然食らうやん、スティンクの中でも。え、食らう、カモン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 、はい、はいはいはい、カモンカモン、おい、全然襲ってくるやん、全然襲ってくるやん、全然襲ってくるやん。まあ、ということで、この噂は、めちゃめちゃ嘘でした。さあ、ということで、続いての噂はですね、まあ、この透明の状態で泥をかぶると、なんか足だけね、透明じゃなくなる、まあ、泥をかぶるという噂があるので、ちょっとね、試していきたいと思います。はい、いきます。はい。
あ、え、あ、まず透明が溶けるわ、泥かぶると。そもそもなんか透明が溶けますね、これ泥かぶった瞬間に。まあ、ということで、まあ、この噂はまあ溶けたから、まあ、本当か嘘か、まあ嘘だね、嘘でした。ということで、続いての噂は、水の中に入ると透明が溶ける、透明な状態で水の中に入ると。この噂が本当か試していきたいと思います。いきます。はい、これで水の中入ると透明が溶けるらしい。おい、全然溶けない。あ、全然溶けませんね。はい、ということで、水の中入るとね、透明が溶けるという噂、これは嘘でした。さあ、ということで、続いてはですね、蜂で車にダメージを与えられるという噂、この噂が本当か試していきたいと思います。これ耐久力マックスあるよね。はい、マックスの状態で当てます。いきます。はい、どうだ。あ、めちゃ入る。あ、全然入りますね、これ。ということで、蜂で、まあ、ダメージ与えられるということで、この噂は、本当でした。さあ、ということで、続いての噂はですね、この恐竜の卵をぶち壊すと、まあ、前まではね、まあ、なくなってたんですよ。もう命をね、ぶち壊すことになってたんですけど、ちょっとそれがグロすぎるってことで、なんかそれが修正されたという噂があるので、ちょっとね、やっていきたいと思います。いきます。壊れました。ということで、この噂は嘘でした。グロい。さあ、ということで、続いての噂はですね、この恐竜がですね、蜂のダメージをね、受けないという噂、それを試していきたいと思います。いきます。ごめんね、恐竜。あ、受けてなくない？あ、受けてないけど、これ自分のだからかな。自分の蜂だから説があるんですけど、まあ受けてなかったな。この蜂とかになんか攻撃してみる。これ、あ、受ける。あ、全然受けるやん。あ、全然受けるやん。ちょ、やばい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 。恐竜ちょ、逃げるぞ恐竜。あー、ということで、全然ダメージ受けましたね。はい、ということで、この噂は嘘でした。さあ、ということで、続いての噂、この恐竜は泥で汚れないという噂、これは嘘だと思います。いきます。はい、嘘でしたということで、恐竜は、泥で汚れるので、この噂は嘘でした。さあ、ということで、続いての噂はですね、まあ、泥の中だと、まあ、この燃えるダメージがね、なんか受けないらしいので、ちょっとね、試していきたいと思います。いきます。はい、あ、本当だ。え、燃えない。泥の中だと、ほら、え、燃えてんのにダメージ食らわない。ほら、泥の中だから。まあ、ということで、泥の中だとね、まあ、燃えるダメージが効かないという噂、これは本当でした。さあ、ということで、続いてはね、今無料報酬があるという噂、これはね、本当です。こちらサマーエスケープっていうのでね、このピッケル、バッグ、そしてグライダー、そしてエモート、これがね、なんと無料でもらえてしまいます。ということでね、まあ、この噂は本当なので、皆さん、あと何だ、あと4日間しかね、このクエストできないので、ぜひ皆さんもらってみてください。ということで、続いてはね、車は泥で汚れないという噂、絶対汚れると思います。いきます。あ、汚れました。ということで、この噂は嘘です。ということで、続いてはですね、まあ、この車でね、まあ、スティンクのダメージを受けないという噂、それでは検証していきましょう。はい、これで車の中だとスティンクのダメージ受けないらしいけど、おい、ウケるやん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 。ということで、車の中でね、スティンクのダメージを受けないという噂は嘘でした。さあ、ということで、続いては、車の中だと蜂のダメージは受けないという噂。いや、ウケるだろこんなん。それでは検証していきましょう。おい、来いよ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 。はい、カモンカモンカモン。なんか全然来てくんないんだけど。おい、マジ全然来てくんないわ。ちょっと別の場所当たろう。よー、蜂さんよー、蜂さんよー、ヘイ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 、カモンヘイカモン。はい、お、食らわなくない？お、食らわないわ。車の中いれば食らわないということで、まあ、この蜂のダメージを車で防げるという噂、これは普通に本当でしたね。皆さんも蜂に襲われた時はぜひ車に隠れてみてはいかがでしょうか。ということで、続いての噂、汚れた車はね、水で洗えるという噂、この噂は本当か嘘か、行きましょう。ここにちょうど水があるんで、水の中にね、入りたいと思います。あ、え、あ、ここも水だし、え、あ、汚れ取れたわ。ということで、この噂は、汚れ取れるという噂は本当でした。さあ、ということで、続いてはこのね、ファイヤーワークフレアガンでこの、まあ、魚のいるところを撃つと、まあ、魚が取れるという噂、これを試していきたいと思います。いきます。はい、え、無理です。ということで、この噂は嘘でした。さあ、ということで、続いては、車に乗ったままね、この花で回復できるという噂、いきます。本当か。お、回復した。こっちにももう一個あるね。はい、あ、回復したわ。ということで、まあ、この噂は、本当でした。さあ、ということで、このね、ラプターに乗ってると、まあ、縦積みが楽になるという、続いての噂は検証していきたいと思います。いきます。はいはい、こうやって積むことが、お、本当だ。え、めっちゃ楽じゃん。ほら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 、こんな感じで積むことができる。え、ほら見て、ほら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 、普通の人じゃさ、こんなんできないじゃん。ほら、普通だとほら届かないけど、このラプター乗ってればほら、ジャンプ力高いからこんなことができてしまうと。ということで、ラプターを使うと縦積みが楽になるという噂本当でした。さあ、ということで、続いての噂、ラプターはね、スティンクのダメージが効かない。この噂本当か嘘か、いきます。はい、いけ、スティンクの中に突撃だ。
お、聞かないじゃんこいつ。え、こいつ聞かないかも。まあ、ということで多分今聞いてなかったので多分聞かないということで、この噂は本当でした。ということで続いての噂はですね、この、まあ、回復する植物で、ラプターもね回復できるという噂、これが本当かどうか、いきます。お、回復したということで、まあ、この噂は本当でした。さあ、ということで続いての噂はですね、まあ、このねミスティックを使えば無料でこのニャッスルを手に入れることができるという噂、本当か嘘か試します。いきます。はー、やばいやばいやばい、待って、こいつ割と強いかもしれん。はー、オッケー。はー、さあ、もうちょっとで、あ、死んじゃった。これ僕のキルじゃないじゃん、これ絶対。え、おい、なんでだよ。ストームで死んでしまったんですけど、まあ、多分変身できるんでまあ、多分変身できるんで、この噂は本当です。さあ、ということで続いての噂はですね、なんか猿がいるという噂があるので、まあ、この木の上とかで止まってると猿がいるよっていう噂を聞いたので、まあ、それが本当か嘘か、ちょっとまあ試していきましょうか。ちょっとさあ、いきます。え、猿なんかいる？え、猿なんかいなくない？お、お、今ううみたいななんか聞こえたの分かった。あ、ほら、なんか、え、猿っぽい鳴き声聞こえない？あ、わかんない。いろんな鳴き声するからわかんないけど、でも猿っぽい鳴き声するから、ワンチャンいるのかもしれない。いや、だから多分これ嘘ではないね。鳴き声したもんだって今。ということで、まあ、この噂は、まあ、本当か嘘かで言えば、ちょっと正直わかんないんですけど、まあ、一応鳴き声はしたんで本当でいいでしょう。この噂本当でした。さあ、ということで、続いては、クロムボがいるという噂なんですけど、いねえだろ。いねえだろ。いや、わからない。でもクロムボが結構行きやすそうだよね、この土地。まあ、結構この噂動画撮ってる最中にいろんなとこ回りはしたんですけど、多分いなかったんで、まあ、この噂はまあ多分嘘でしょうね。はい、この噂は嘘ですけど、でもワンチャン今後登場するかもしれない。うん、全然マジでだってここら辺クロムボがさ生活しやすそうやん。まあ、まだあとシーズン3、1ヶ月近くあるんでね、もしかすると今後来るかもしれません。さあ、ということで続いては、ラマの中身が変わったという噂、この噂が本当か嘘か、試していきたいと思います。いきます。はいはいはい、倒れろ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 倒れる、よし。お前の中身はどう変わっているのか、変わったのか、そもそも。あ、変わってる、こんなんなかった。てか、チャグバズみたいなのも出なくなってるくない？あれ、前まで出たよね、チャグバズ。おい、これどうやって降りよう。どこだ、あった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 、ほら、これが、このミシックが新しく出るようになってる。エキゾチックだ、エキゾチックが新しく出るようになってる。ということで、ちょっと回復しよう。おー、なんだこれ。何が違うのか分かんないけど。まあ、分かりませんけど、この噂は、まあ、変わってるんで、本当でした。さあ、ということで、続いては、このね、爆発する花なんですけど、なんか、自滅ができないらしいんですよね、これ。自分で爆発させたやつでは、自分はダメージ食らないという噂があるので、ちょっと試していきたいと思います。いきます。はい。ゆく、いっあ、なんだよ、このめちゃめちゃ嘘の噂。ということで、この噂はめっちゃ嘘でした。さあ、ということで、今回はですね、まあ、30個くらい、ちょっともう何回やったか覚えてないんですけど、まあ、噂をね、検証したんですけど、どうだったでしょうか。まあ、ちょっといろいろびっくりすることもあったと思うんでね、まあ、もし皆さんもびっくりすることが一つでもあれば、高評価押して、チャンネル登録して、通知をオンにしてくれよなということで、今回はね、こんな感じで終わりにしたいと思います。では、